日本東京都港区麻布宮奈町、麻布宮奈町は東京都港区の町名。麻布地区総合支所管内にあたり住居表示未実施区域。郵便番号は106-0042。外苑東通りより古川の谷へ向かう斜面に位置する町であり、傾斜部の大部分はマンションや住宅などが並ぶ住宅地となっている。 北から東にかけて、麻布台、南で、東麻布、西で、麻布長坂町と隣接する。かつては、町域内に、ソ連大使館があったが、現在では住居表示の実施に伴う、町名変更によって、ロシア大使館と東京アメリカンクラブなどがある。公表区域は、麻布間宮那町から麻布台二丁目へ変更されている。麻布台二丁目との境界。 外縁東通りから、ロシア大使館脇を南に下る坂には、マミ宮ナ坂の名がついている。麻布長坂町と共に、港区内に2カ所だけ残る住居表示、未実宿区域である。かつては、豊島群麻布寮の飯倉村の一部だったが、江戸時代以降、少しずつ町並みとなり、飯倉ミ宮ナ町というようになった。谷合の土地で古くより木立ちも茂り、 マミも住んでいそうな場所であった。この一帯の高台には、江戸時代には、武家屋敷が並び、低地には、庶民の町屋があった。屋敷街は、明治時代末期までは、商社な住宅街として、静けさが保たれていた。また、かつての麻布マミア町は、現在より町域が広く、当時のマミア町には1874年に、 海軍により干渉台が設置され、その跡地は現在日本経移動原点が置かれている。また、満鉄の東京支社は紛穴にあった。紛穴の坂下にはかつて、狸そばという名城の蕎麦屋があり、色は黒いが、味は確かであると評判であった。起こりは、徳川の大奥を荒らし回ったという紛穴の古狸を、内田昭九郎という侍が打ち取ったが、その狸の霊を、 蕎麦屋の作兵衛が屋敷内に祀ったことから、狸蕎麦の名がついたものだったという。昭和時代、紫山の坂上通りに面して、南側には狸蕎麦ののれんで営業している蕎麦屋があったが、作兵衛蕎麦との関係は不明であった。坂上通りに面して、南側には、金沢の芝寿司の東京売店、水穂銀行店舗などがあったが、現在はない。 冷戦時代以前、マミアナは、ソ連大使館の異名としても通用していた。マミアナの地名の由来については、諸説あるが、この地に生息していたマミにちなんで、マミアナという地名がついたのだが、後に、タヌキの字と混同されてしまい、マミアナと書かれるようになったとする説が有力である。長い坂下に、メスタヌキの住む、大きなホラー穴があったのが、地名の起こりとされる。 関英21年には、将軍、徳川家光がこの穴の視察を命じたという話も残っている。麻布新旧町名対象住居表示に関する法律が成立した1962年以降、港区においても新たな町画が設定され、それまでの歴史ある町名が次々と消滅した。1978年には、 町名変更の実施率が九十七点四パーセントに達していた。この際に最後まで残ったのが、麻布宮奈町と麻布長坂町であり、これら二町の名称は現在まで存続することとなった。これは、この町の住民であった、世界経済調査会理事長、木内伸仁が、歴史的にも古く、価値のある町名はきちんと後世まで残すべきと、 住居表示の施行を強行する行政に対して、ことを唱え、麻布長坂町に今日構える、脚本家、松山善蔵が中心となって、反対運動を行い、同じく同町のブリジストン創業者、石橋昭次郎らも解消に対して、強固にことを唱えた結果である。2019年9月1日現在の世帯数と、人口は、以下の通りである。 区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。